いわゆる認知言語学の世界にはですね、2種類あるんだ。一つは何かっていうと、教養主義。もう一つが実用主義。実用主義っていうのはとにかく伝わればいいじゃん。ではポケトークみたいなね、チャット GPT みたいな、ジェミニみたいな感じ、それでいいじゃないかって話が一方ではあるんですよ。だけども、いやいやそうじゃないでしょうと。何かというと教養主義、ものの見方がそれによって身につくでしょうっていうんですよ。例えばですよ、白クジラって知ってます？クジラのね、ちょっと頭がちょっと灰色のね、こうやってやるとなんかこう、キュキュとかって泣きながらこうやって海から出てくる可愛いリカイじゃないですか。白イルカっていうのを英語でしてください。どうですか？はい。多くの人たちは、ホワイトドルフィンだろうって言うと思うんですよ。ブブーなんですね、実は。英語ではこれ、ホワイトウェールって言うんです。白いクジラって言うんですね。だから彼らにとってですね、このイルカっていうのはドルフィンっていうのがいるんだけども、白イルカはクジラなんです。そうならちょっと話変わってきますよね、これね。つまりですね、物の見方っていうのは喋る話者によってですね、実は全然違うんですよ。